Hola, buenas tardes todos. Hoy voy a hablar sobre las chicas extranjeras. ということで、スペイン語で始めてみましょう。ホトトギス。あ、どうも、はじめましてじゃないけど、一人目、ありがとうございます。サルー、まあ、ちょっとね、人集まってからになってくるかと思いますけれども、パスタ作りながら白人女性について話していきたいと思います。ちゃんとね、写真も用意しました。LINE に。LINE に？今日はね、珍しく、なんだ？なんだっけ？テザリングもうすでに酔っ払っとるんでね、ちょっとね、大変なんですけど、テザリングを有線じゃなくて無線にしてやってるんで、LINE というか、スマホでね、写真を見せられるかなと。なんだっけ。OBS ね、スタジオとか使えばさ、お、3人も来た。OBS とか使えばさ、そのまま画面にさ、写真見せられるんだけど、さすがにいろいろまずいかなと思って、こうやって、スマホのやつで写真見せていこうと思います。まあ、まずは、入り口からで、全然関係ないんですけど、日本人の最初の彼女です。はい。これね、142センチとかしかないんですけど、まあ今思えばね、重要だったなというか、貴重だったなと思います。142センチっすよ。142センチ。ちょっと顔を見られるとまずいかもしれないけど、こんな感じ。んで、こんな感じ。はい。そう。めちゃくちゃロリじゃないですかっていうね。今思えば貴重な人をね、失ったというふうに今思ってます。お、すごい。集まってくる、集まってくる。サルー、サルー。バモサトマールっつってね。バモサエチャルノスウンパレンケ。はい。本題は、パスタを茹でることなんで。パスタ茹でていきますよ、パスタ。一応ね、なんか、サムネに書いたけどさ、外国人あれ足したら13になるのか？13の中には、はい、パスタね、茹でていきますね。はい。13の中には、ちょっと風俗系のやつも入ってて、で、風俗除いてだと、何人になるのかな？欧米人？欧米人って、まあ、要するに白人だよね。白人が、4人で、中南米人が2人。で、アジア人の、日本人以外のやつっていうのは、ゼロっすね。風俗除けば。というところで、おっとっと、出てくるかな。まず、1人目。ブルガリア人いきます、ブルガリア人ね。はい。まあ、俺も写っちゃってる写真なんですけど、こんな感じ。見えまっかーっつって、はい。ちょっとね、サングラスしてたら分かりゃしねえよっつっていう話だと思うんですけど、まあ、留学生だよね、留学生。ブルガリアのね。日本人ね、まあ、普通に、アメリカ人とかイギリス人とかフランス人とかに、だったら、特にアメリカ人とかね、まあ、もう、あんまモテないと思うんですけど、基本、東欧系にね、モテると思います。なんでかっつうと、二つ理由があって、二つね。はいはい。で、まあ、単にね、俺の経験則上っていうか、たまたま付き合いのあったのが、東欧系が多かったって思うんだけどさ、まあ、まず、性格的にさ、あっちの人たちってさ、帝国主義的じゃないっていうかさ、自分たちがどちらかっていうと、虐げられてきた人だから、性格暗いんだよね。スペインとかとも違って、まあ、イタリアとかとかも違って、割と、国的にね、暗めっていうようなところもあるし、寒いからね、寒いというか、なんかこう、なんだろう、明るい感じじゃないからね。はい、ブルガリア人です。今、3人目いらっしゃってきて、はい、ブルガリア人の1人目。
これ人生一人目、19か20歳の時かな。留学生です。留学生。はい。で、大体さ、その、留学生ってさ、ちょっとね、一応ね、がっつり顔わかる写真あるんですけど、あんま可愛くないね。まあ、トルコっぽい顔してるっていうかね、ブルガリアなんでね。はい。こんな感じ？この、右の子っていうか、明らかにね、西洋系の顔の人ね。ブルガリアってさ、まあ、トルコに近いっていうのとか、歴史的に見るとね、トルコ、オスマントルコに征服されたりとかもあるもんだから、そっち系の顔なんですけど、で、まあ、日本人のさ、女性がよく留学してさ、アメリカとか、オーストラリアとか、カナダとか、あっちってさ、白人男性と結婚してくるっていうのはよくある話なんだけど、あれにはまあ、いろいろ理由があって、もちろん、あっちの国だとね、日本人とかそういうのがモテるとかそういうのもあるんですけど、加えて、あとそう、日本人女性がね、マンコガバガバになるってやつですね。ピーとかこれ入れなきゃいけないのかもしれんけど、なんでかっつうと、まあ、人って寂しいとさ、誰か求めたくなるわけですよ。自国にね、彼氏がおろうとも、結局、あ、なんかいろいろ書いてある。ティファーナ、ティファーナじゃない。ティファーナってメキシコのティファーナ。名前はティファーナじゃないよ、少なくとも。某国で風俗にハマって数ヶ月100万散財してきました。黒人の姉ちゃんが好きでした。あー、いいな。黒人ね、黒人ないんすよ。残念なことに。アメリカ人の経験はあるんですけど、ドイツ系アメリカ人でございまして、ね、黒人さんないんですよ。黒人だけやってないんで、そこはね、死ぬまでにやらなきゃいけないことリストの一つに入っておりますと。で、なんだっけ。そう。まあ、みんなね、留学生とかってさ、結局、大体自国にね、彼氏とかおるんだけどさ、まあ、別れては、来てから、こうね、1年とか、最短でも大体1年ぐらいおるじゃん、留学生とかさ。で、これスマホ見てんだけど、まあ、そんぐらいすると、まあ、寂しくなるというかね、なんか、いざこざしてね、大体なんか問題が起こるわけっすよ。で、そういうところに、パクッと優しい男性としておれば、いけちゃうよっていう。で、しかも日本に来る留学生なんか、少なくとも日本人が好きかどうか知らんけど、日本国が好きだったり、日本の文化が好きだったりで来てるわけだから、まあ、しょっぱなからね、なんか好いてくれる可能性があるわけですよ。で、しかも、その中でも、ヨーロッパ人の中でも、東欧系、まあ、ウクライナの留学生もね、当時いたっぽいんだけど、ほとんど記憶ないんだけど、あんま仲良くなかったからさ、わかんないんだけどさ、まあ、あんまりお金がなかったりするわけですよ、留学しててもね。で、なんだかんだ言うても、日本人の学生の方が、金があったりするんで、うまいもん食わしてやるとかね、いろいろやれば、それはあとなんかどっか連れてったりとかね、すればね、それは日本が好きで来とるんだから、そんなことしてくれる人に対する好意を持つわけですよ。で、ね、向こうから見るイケメンってさ、日本人におけるイケメンとは直接的に関わりないもんだから、自分がそんなにね、イケメンじゃなくても、まあ、タッパーは必要かな。身長はね、必要だと思うんだけど、まあ、ワンチャンタッパーもないんだけどさ、なんか、どっちかって多分強そうにしとった方が、モテるんじゃないのかなっていう感じ。黒人は肌がザラザラ、それ聞きたいですね。そこ俺もね、経験ないんで、興味があるんで、聞きたいですね。っていうところなんですけど。で、まあ、日本人でもさ、彼氏と別れた後のさ、女性っていうのはさ、大体行きやすいじゃないですかっていうのと同じで、まあ大学生だったらね、特に大学生、今ね、コロナの時期でね、かわいそうではあるっていうか、まあいろいろね、できないんですけど、大学生で、大学さ、そこそこの大学行くとさ、国際交流サークルとかあるわけですよ。で、なんか国のね、国費留学生とかもいたりするんだけど、国のってか日本国政府が金を出して、で、留学させてあげてるみたいなやつ。で、毎月いくらかお金あげるみたいな。で、そこって中国人とかアジア人ばっかじゃなくて、
もうインドとかもいるけれども、ヨーロッパもそうだし、アフリカもそうだし、全世界的なところからね、まんべんなく来てるんですよ、結構。で、その中にはヨーロッパ人もちろんいて、で、割と先進国少なめで、やっぱり、先進国の人はね、自費で来てくださいっていうのあるんで、ちょっとね、中進国というか、発展途上国というか、東欧の人とか多いから、で、そこを狙ってくってわけですね。で、その子らと仲良くなっといて、で、なんだ、もうほんとゲスみたいな話してんだけど、今日はゲスで行きましょうっていうので、させていただいておりますが。で、まあ、彼氏が大体ね、地元におるんだけどさ、自国に。まあ、若い18、19、20ぐらいのやつなんて、半年1年も離れやさ、そんなん、別れるに決まっとるでっていうか、絶対仲悪くなったり喧嘩するで。で、その時に横に寄って、優しくできる立場にしておけば、まあ、うまいこといけやれるっていうわけですよ。はい。で、先ほどの一人目、ブルガリア人でした。はい。っていうね。自分2020年ぐらいですけど、2020年ってね、20歳ぐらいね。19、20。で、二人目は、ポーランド人。まあね、出来川さんの顔、きめえな、きめえなって感じなんですけど、まあそこは置いといて、若いとね。でもね、結構ね、ごついんだよね、やっぱね。ボクシングやっとったのもあって。今の方が多分体重的にあるんだけど、なんかこうやってね、写真で改めて見ると自分ごついなとか思ったりするんですけど、ポーランド人さんです。この人ね、173か4ぐらいあるんだわ。まあ、名前は言わないですけど、あ、そう、これで見るとわかるわ、多分。ちょっとね、膝とか曲げとるけど、俺と身長変わらんからね。俺178なんだけどさ。でね、そうするとね、セックスの時ね、結構大変なんですよ。重い。と、足が太い。なんか、触ってるこれって、男性じゃないみたいな気分になってくるっていうところがあって、あと白人のやっぱね、問題点は、なんだっけ。外国人がなぜチンコは大きいかについて話しますみたいな、YouTube で書いてたけど、書いてたじゃねえや、喋ってたけど、ケツでかいんですよ、ケツ。で、まあそもそも女性の方がケツでかいとかいうのもあるんだけど、プラス身長高いってことは体全体でかいわけよ。174とかあればね。そうするとマジケツがでかい。でそうするとなんかこう、やっぱね、ケツの肉の大きさからしてね、こうバックやるときに挿入感がどうしても損なわれるっていうのがあるんだよね。女性、日本人の女性とかさ、平べったいケツしとるから、その分ね、なんだ。にね、そこそこ別に日本人平均値の長さでも十分に挿入感があるんですけど、外国人女性のお尻ってね、やっぱどうしてもでかいんで、そこはね、大変になるところでございますね。で、全然関係ないけど、遠くでしか見せないけど、大学の時好きだった子ですね。で、この子がね、国際経営のこと好きだったから、今 JICA で働いてるはずなんですけど、好きだったから、ジェトロとか入っちゃったっていう、そんなこともあります。でも彼女は、俺が就職活動してるときに、留学しててドイツに。んで、帰ってきたら JICA に入ったんだけど、1年遅れて俺より。で、入った年の夏ぐらいにね、できちゃった子もしましたっていうことで、私何のためにジェトロとかいうところにいたんでしょうっていうような感じでありますと。で、ついでにね、いろいろね、写真をこう、ワンドライブから探してきたんですけど、まあ、外国人女性のね、写真プラス合わせてこう、単なる自慢話なんですけど、日本人女性の彼女のやつも出してきて、はい、この子ね、一般的に可愛いって言われるかどうかは知らないけどね、俺個人的にはね、最高に可愛くってさ、なんだ、メキシコ行って帰ってきたら結婚しようぐらいなことまで言ったんですけど、メキシコ行ってる間にね、音信不通になりましたね。まあ、調子乗ってたらいけませんねって。ジェトロの時に長く、最初のサラリーマンの時ですね、長く付き合ってた同期の子ですと。はい。それは置いといて、なんかはい。スカイツリーのところで、
天ぷら食べてます。で、それで、北海道にいた時かな。北海道にいた時に、出張でさ、海外行くことがあって、で、ベトナム一回初めてね、人生初で行った時の、なんか、風俗の子。はい。まあなんかね、今思うとこれ可愛くねえよなっていうか、やばいなって思うんだけど、まあなんか当時はね、可愛いと思って、金出して、やっちゃったっていう、そんな感じの、名前も覚えてないけど、はい、こんな感じの子。まあ左に気持ち悪い、あの、サラリーマン時代の出来川さんがいます。気持ち悪いね。サラリーマン出来川さん気持ち悪い。ああ、気持ち悪い。なんだろうな、まあ、ロリ好きだからってのもあって、ロリだから好きだったのかな。なんかね、お金払いましたよ。3、4万ぐらいでできるんじゃないかな。あのね、キャバクラみたいなところで、まあ今もそういうのあるのかどうか知らんけど、ベトナムだと、キャバクラみたいなところで女の子がまついて、で、女の子次第なんだけど、やれる子がいるって感じですね。あ、プツッ。はい。一応ね、パスタを入れるのが本来の目的なんで、パスタをちゃんとね、やらないとね。なんだ。キャバクラみたいなのから、連れ出す。で、まあ、そのお値段につきましては、個々人によりますみたいな感じですね。日本ってね、なんかそんな分かりやすくさ、連れ出すのではないんだけど、まあ、特に、まあ、アジアでもそうだし、中南米とかでもそうだし、そういうの多いですね。逆にね、日本人ってすごいんだよね。飲んでるだけで、まあ満足するわけで、満足するとは言わないけど、基本セットじゃないじゃん、やることが、セックスすることがね、飲みにおいてね、本来的には。まあもちろん、お金を存分に出し切れば、セックスできるんですけど、っていうね、はい。はい、全然関係ないです。関係ないというか、やったことないですけど、北海道の時に知り合って、今でも仲良くしてる、仲良くしてるとか、まあよく飲みに行く、キャバ嬢ですね。まあ、北海道でいうキャバ嬢なんで、お察しください。北海道に、の札幌におけるキャバクラとはどういう意味かというところですね。はい。はい、ついでのやつで、北海道の時になんか付き合ってたというかね、まあ付き合ったかな、まあ同棲というかよくわからんけどしてた、まあこれ風俗嬢です。風俗嬢です。でもね、可愛かった。めちゃくちゃ可愛かった。なんでお前風俗してんだよって思うぐらい。マジで。で、この子、そうね。日本人で今までね、付き合ったというか、やった中で一番可愛かった。です。でもね、ダメなんだよねって言ったら悪いけど、札幌とかに住んでるとさ、なんか自分の価値とかいうのがね、わかんなくなるのか、売っちゃうんですよね、っていう。はい。で、結婚しようって言った日本人の子です。さっきね、何分か前に喋った、あのね、いいケツしてるんですよ、めちゃくちゃ。これ、ホテル大倉かなんかかな？ホテル大倉かな？メキシコに行く前に、東京、北海道から一瞬帰ってきて、で、その時に一緒泊まって、で、成田空港まで来てもらったんですけど、はい。こういうの乗せとくと、みんな見てくれるかなみたいなね、はい、ところです。で、全然やったこともないんですけど、なんかいきなりもうね、メキシコまで話が飛んできますが、はい、メキシコの女の子。なんかね、好きだった。この子ね、キャラもいいんだよね。なんかね、すげえテンション高いっていうか、明るいっていうか、まあ、マリファナとかも好きでねっていう感じで。まあ、横に汚い出来川さんいますけれども、まあ、それは置いといてくださいと。はい。あ、はい。セックスはしたことないけれども、なんかぐちゃぐちゃにキスまでしてた、まあ、酔っ払ってて、マリファナ吸いまくってる時に、のメキシコの子、メンヘラっすね。ガチメンヘラだと思う。なんか、紫の、なんだろうね、これね。目紫っていうか青いじゃんっていう、そういう感じの、うん、な感じですね。はい。で、まあ別、これはメキシコの、これじゃ、なかなかね、書かれて、メキシコのモニカ、あ、名前言っちゃいかないね。探したら出てくるかもしれないんで、これはやった子ですね。やった子です。中南米4のうちの2に入る、4のうちの1に入るやつで、別に風俗でも何でもない。
仲良くしてました。うん。なんか他の写真で言うと、あの日本人ちょっと横に写っちゃってますけど、モニカちゃんですね。はい。左だね。左に写ってるのは、あの、ホンジュラスと日本のハーフでございます。あと全然関係ないけど、あのね、ブリトモってね、いいっていうのが最近さ、あの、ツイッターとかでよく流れてくるの見ちゃって、それ見ちゃってたけど、ようやく今になって分かったんだけどさ、もう、とにかくただブリってるだけのキャンプをした時の写真。もうむちゃくちゃ、もうとにかくよく分かんない適当にバスでどっか行って、あの、ブリります。うん、楽しかったね、あれね。はい、当時の調子乗っていた頃の出来川さんです。左の子は普通の日本人です。普通かどうか知らんけど、まあ留学生の日本人ですね。だいぶね、だいぶあの当時、お調子に乗ってたなって。人はまあ焼けるとね、髪の毛変えて焼けると雰囲気変わるなとは思うけどね。で、なんかメキシコでナンパした子。若かった。びっくりした。びっくりしたっても変だけど、やった後ね、年聞いたら18位とか言ってて、おいちょっと。これやばいんじゃない？メキシコ国内的にやばいんじゃない？っていう感じではあった子ですね。はい。こんな感じ。よくないね、こういうのね。こういう写真撮っちゃいけませんよっていう。はい。これなんか光ってっけど見えんかな？いかん、そろそろね、そんな喋ってるとね、パスタが茹で上がってまいりましたんで、とりあえず一旦パスタを湯切りさせていただきますと。はい、中野に引っ越したところで食うパスタは今まで通りでございますよっつって、マヨネーズと醤油、これだけでね、マジで全然食えるから。何食分食えるっていう。マヨネーズもさ、一番これ多分安いさ、なんか、コモディイーダーオリジナルブランド的なやつだし、まあ、醤油はなんかわからないけど、でもこれもそうだね、コモディイーダー的なやつだね。なんか、CGC って書いてある。ソイソース。うん。CGC ジャパン。なんか知らんけど、とにかく安いやつ。まあ、これだって200円ぐらいでしょ？こっちも多分200円ぐらいでしょ？ 400 円で何倍食えるかなっていう話ですよ。ちょっとまずね、ゆで卵も毎回やってるんで、ゆで卵をね、抜きますね。さすがに、よいしょ。さすがにこうね、パスタはね、タンパク質多いんですけど、パスタオンリーではさすがにちょっと、タンパク質がね、足りないんで、一日生活するための、ゆで卵を、茹でておりますと。パスタを茹でつつ、ゆで卵を茹でる。で、さらに、生卵を、入れてきますと。はい、あくまでね、お料理アカウントなんでね、このアカウントはお料理アカウントですと。マヨネーズをかけて醤油をかけると。だってさ、普通にね、生卵と醤油ってマジ合うわけじゃん。で、カルボナーラ的に考えればね、マヨネーズとね、卵も合うわけでしょ？言ったらもう完璧ですよ、これ。はい。できましたー。いや、マジでね、これで、半日分以上の多分、タンパク質がね、取れますんで、ね。ちょっとね、ごめん、ちょっと酔っ払っとるからか知らないけど、醤油かけすぎたと思う。これは醤油をかけすぎたと思われます。なんかね、もうこの距離で匂ってくる醤油の匂いが。はい。まあでもね、食えますんで、少なくとも。
全然食えますんで。うん。うまいうまい。うまいうまい言ってる俺もどうかと思うけど、はい。あ、中野になぜおるかって。新宿で今さ、そのホストクラブオーナーの付き人みたいなことやっとって、で、まあ新宿付近、歌舞伎町付近だね。歌舞伎町って言っても、その事務所が、歌舞伎町の北側、食安通り分かりますかね、ハロバがある通り。まあ大久保というか、あの辺にあるもんで、で、そこまで夜中だろうが何だろうが通えるところっていうので、まあ、新宿の、こう、例えば、落合とかね、あの辺って考えてたんだけど、まあ、ちょうどいい物件がなくて、結果、ちょっともうちょい西に行って中野になりましたって話ですね。こっから事務所まで単純に自転車乗ってるだけだったら、自転車で行ってるんですけど、基本。まあ、名古屋弁的に、いや、結果で行ってるんだけど、したらまあ、20分ぐらい。20分かかんねえ。マジダッシュで行けば20分かかんねえ。ドア2ドアでたどり着くまで20分みたいな。こんな感じなんで。ですと。で、なんだっけ。はい。で、まあね、中野ね、いいよ、マジ。中野いいよ、マジっていうか分からんけど、中野のね、昔、高円寺の南側、新高円寺側に住んどったことあって、なんかあの辺あんまり好きじゃなかったんだけど、この、中野駅より北側、いいね。なんだろうな、生活してる感じがいい。で、中野駅のすぐ目の前、ガッつって、あそこは都市部ですよ、繁華街ですよ、みたいなゴッとあんだけど、そっからピッて外れると、生活してます、みたいな感じで。で、まあね、それがね、いい点でもあり、悪い点でもあるんだけど、家からね、パッと歩いて行ける距離に、牛丼屋がない。牛丼屋もなければなんかわからんけど、深夜やっているような飯屋がないっていうのはちょっと問題。10分ぐらいかかるって。それは問題だけど、なんだろう。必要なものは揃ってるし、でもかといって、自分の生活環境には、生活その範囲の3分5分以内には、ごちゃごちゃしたものもないし、良いです。昔、下北と三茶の間ぐらいに住んでたところ、住んでたことあるんだけど、あの辺はね、なんか、ごちゃごちゃしすぎて嫌だったんだよね。こう、街の作り的に、街の作りっていうか、本来の区画的には似たようなところがあるのかもしれないんだけど、なんかさ、こう、本来そこ、住居地域じゃんみたいなところに、無理くり若者がさ、お店作ってる感じがさ、あってさ、ごちゃごちゃしすぎてうぜえなっていうのが、下北三茶館にはあったんだけど、中野はこう、まあもちろん中野駅のすぐ近くはごちゃごちゃしてるよ、ゴリゴリにね。だけど、それをパッと超えると、ちゃんと住み分けがされててさ、ここは住む地域ですよ、みたいなのが、しっかりしてるのが、いいなと、思います。でね、新宿まで行けますしね、簡単にね。ね、さっきのね、話に戻りますと、これが、メキシコでナンパした子ですね。オアハカでナンパした子ですね。まあ、がっつりね、メキシコ人感あるでしょう。まあ、これをね、好きと思うか嫌いと思うか、それは人それぞれいろいろあるんでしょうけど、まあ、びっくり18歳なので、なかなか。で、しかもなんかね、やってる最中、潮吹い、まあなんかマリファナも捨てるし、酒も飲んでるからってのもあるんだけど、潮吹いた感じだったんでね、ガリガリに。なんか、べっちゃべちゃになったんで。そう。いや、楽しかったっすけ。
結局この後ね、なんかメキシコシティに住んでる子だったんだけど、連絡取ってたけど結局会うことなくて、ねえっていう感じです。で関係ないけど、なんかみんなで水着写真とかね、この左の子ね、これか、これね、可愛かったからこれなんとかしたかったんですけど、なんともならんかったっす。僕にはなんともならんかったっす。はい、と。調子乗ってるデキワーさんと、あ、これこの後出てくるスロバキア人です。あとね、まあね、あんまね、いい顔がないっていうかね、まあそんなに可愛くもないからっていうのもあるんですけど、こちら、これ写真自体がね、ちょっとぶっ壊れてて、昔撮ったやつをワンドライブに上げてて、だけどデータがね、ぶっ壊れてるんだけど、ドイツ系アメリカ人ですね。なんかね、映画撮るとかそういうのやってて、なんかメキシコに来てたんだよね。うん。まあ、この人もやったっていうか、やらせていただいた方でございますと。アナルがね、アナルに指突っ込まれてながらじゃなきゃね、いけないとかいうこと言ってて、でも正直ね、アナル興味ないんでって言ったら、興味ないってのもあるし、アナルに指入れながらずっとフェラじゃねえや、君にすんのみたいな話があって、いやそれちょっと大変っすっていうので、なんか、ごめんなさい、雑に扱っておりました。はい。申し訳ございません。申し訳ございません。まあ、あまり可愛くなかったっていうのもあるっちゃあるんですけど、まあ、いわゆるアメリカ人、あるいはドイツ人は未経験だったのでね、そういう意味では、楽しくやらせていただいたけれど。いや、まあ、だからね、指だけ突っ込むんじゃなくて、ちゃんとね、アナルセックスしたことあるんだけど、外人とのアナルセックスはしたことないんで、だそういう意味で、もし、いや、ちゃんとやれば、アナルセックスもできたかなっていうので、すごく、こうね、貴重な体験を不意に、貴重な可能性を不意にしたな、というようなことも思ってますと。はい。で、まあ、とか、メキシコの写真続くんですけど、最初のうちにね、これ、録画で見る人は前に戻っていただければ、日本時代の話があるんですけど、なんか、学校でね、語学学校だったんだけど、ダンスとか、なんかそういう教室もやってて、みんなと仲良くやらせていただいておりますと。で、この黒人の子とかね、この黒人の子ね、結構可愛かった、胸でかいし、つって。で、なんか、割と空いてくれてたっぽいんだけど、ちょっとね、時間足らずで、そういう関係まで持ち込むことができませんでした。悲しいかな。はい。こんななんか、なんて言うんだっけ、メキシコの、マスクしてるね、プロレスラーよくいるんですけど、こういうマスクめちゃくちゃ売ってるんだけど、まあ、そんなのしながら、遊んでましたね。緑の人はオーストリア人です。これスロバキア人。ちょっとね、老けて見えるけどね、その時23か年4ぐらいかな。なんか、今翻訳者とかやってる感じで、非常に聡明な、クレバーなタイプの子ですね。で、あとなんか本人写真写るのがあんまりお好きじゃなかったんで、ちゃんと顔写真ないけど、まあ、セックスまではね、やれてなかったんですけど、一緒にいろいろ行った、メキシコ人の子。この子もは若くて18歳で、まあ、小太りというか、まあね、ぽっちゃりなんですけど。うん。で、この子の Facebook 見たら最近の写真があって、まあ、まあ、メキシコ人やなっていう顔してますね。まあ、典型的なメキシコ人やなっていう顔してますね。レッド市長来た！なんすか？ダメですよ、市長とかそういうこと言っちゃう、レッド市長。すぐこういうさ、エロネタとかで来ちゃうわけ？最初から見返していただければ、いろいろ載ってますんで。今まで、とりあえず今ご紹介差し上げたのが、ブルガリア、ポーランド、アメリカ、メキシコ2ぐらい？メキシコ 1？ かな？ですね。んで、あ、そうそう。さっき、出てきた、さっき出てきたって、結構前に出てきた、メキシコ人。あれこれ話したっけ？あ、モニカですね。一緒にね、なんか海岸の方までね、海の方の近くのところまで旅行に行って、
まあ、まあメキシコ人なんですけど、まあメキシコ人なんですけど、まあ別にメキシコ人としては可愛いんじゃないって感じで、こんな感じですね。この子はまあやってますと。すごく日本人好きで、前の彼氏もなんか日本人とかで、だもんだで、好いてもらえたというかね、よくも悪くも。今はなんか結局、英語も喋れる子だったんだけど、アメリカ人と結婚したっぽいですね。もう全然連絡取ってないけど、Facebook とかでは繋がってるけどっていう感じ。で、そうそう、もう一回その、今日のテーマというかね、タイトルは、白人とセックスする方法だったんで、白人とセックスする方法なんですけど、まあ、白人っていうか今、メキシコ人混ざっちゃってきてるけど、第一に、まあ、日本が好きな人にしましょうっていうところがありますと。ここ、重要ですよ、ここ。後で、ね、ちゃんとさ、こう、目次とかつけなきゃとか思うけど、毎回目次つけてないんだけど、大事なことなんでね。まず第一に、日本が好きな人を相手にしましょうと。原則ね。まあ、その方が、結局、入り込みやすいですよ。二、弱ってるとこ行きましょうってとこですね。弱ってるとこ行きましょう。で、それはまあ日本が好きな人っていうのと同義になってきたりもするんだけど、まあもしね、自分が大学生とかだったり、そういう出会いがたくさんあるところだったら、国際交流サークルみたいなの入ります。で、1年間限定とかでね、来てくれる留学生って結構いるわけで、まあ、その方が楽なんだけど、帰ったら後腐れないから、別の次のターンの留学生にね、行けるから。で、そういうのも大体地元の国に彼氏とかいるんだけど、とはいえ、半年もすれば寂しくなるんで別れますと。で、そこに優しく横にいて、まあそこそこ包容力のある形を作り出せればいけますと。3、体鍛えましょう。まあ、なんつうの、外人のさ、かっこいいかっこ悪いってさ、日本人が考えるかっこいいかっこ悪いと違ったりもするし、外国でモテるのってね。逆にだから日本人で外人にモテる顔かどうかっていうのは、日本人にモテるかどうかとはまたちょっと違ったりするわけですよ。ね。で、その時に、でも、必ずと言っていうか、まあまあ、基本的に外国人にモテやすいのは、いい体してるかどうかなわけですよ。いい体ね。顔なんて分かりゃしねえから、つって。正直。いや、俺から見るとさ、って言ったら悪いけど、なんか、ある程度その外国人経験っていうか、外国経験もある俺からすると、この西洋人白人の男ブサイクやんって思うやつとそこそこ可愛い日本人女性付き合ってたりするんだけど、あれもね、なんかこう、もうとにかく白人だからいいやみたいなね、なってる感じがするんですよ。故に、まあその逆パターンで、外国人からして日本人男性っていうのに対する顔に対するレベル感っていうのも、まあバグってるわけですよ。日本人の感覚とはバグってるんですよ。だから自分が、日本において多少不細工とかいうのは、まあ無視していいと思います。で、あと目が細いとかも、まあ無視していいと思います。日本に来て、日本が好きな人っていうことは、そういうのが好きで来てるんでしょ、そもそもっていう話で。日本人のくせに目パッチリみたいな、整形したみたいな顔しとったら、それ日本人ちゃうやんってなって。故に、顔はどうでもいいんですけど、日本人女性よりも原則的に外国人女性の方が、筋肉とか体格の良さとかを、重視するってイメージがあるんで、まあこれイメージでもあるし、まあ他に重視するとこなければそうなるというかっていうところがあるんで、筋トレしましょう。はい。メキシコいる時も毎日とは言わないけど今以上に筋トレしてたんで、で、さっき話してたアメリカ人と、あまり途中だけどまだスロバキア人とかも、なんか2人ともね、まあ当時ちゃんと二の腕とかね、しっかり筋肉あったんで、まあ今はねちょっと筋肉もあるけどデブってるんですけど、で、そこがいいとか言われたから、ピンポイントで。そこかいみたいな感じだけど、そういうところを見てるし、まあ、メキシコなんかね、あったかい国だからっていうのもあって、基本的には。常にね、半袖でいるからっていうのもあって、腕出してくわけなんですけど、男側もね。まあ、そういうとこ見られるところがあるんで。で、筋トレは原則、誰でもできるじゃん。顔がイケメンかどうかっていうのは、もちろん、人生が出るとかね、そういうのはあるから、後からでも変えられるところはもちろんあるんだけど、すごく分かりにくいところじゃん。でも筋肉は裏切ることはあるけれども、鍛えれば原則的には増えるから。鍛えなくなったらさよならするけどね、すぐにね。ということで、ひろゆきみたいに見えてる。ありがとうございます。ひろゆきさんには全然ね、
及ばないですけど、100人超えました、ウェーあと10倍で1000人ウェーっつって。誰も質問しねえから、俺一人で喋ってるしな、基本的にね。まあ、良いとして、はい。で、そう、3つ目は言ってね、なんだっけ。まあ、基本的に日本人が好きな、日本国、日本文化少なくとも好きな人を選びましょう。弱ってるところ狙え、で、体鍛えとけ。かな？うん。で、あと、国として、アメリカ、イギリス、フランス、スペイン、イタリアみたいなところ、強い国は選ばない方が、白人っていうことだけ狙うんであれば、ベターでしょうね。奴らはプライドとかもあるし、実際その、収入状況とか経済状況とか、強い可能性があるから、俺らが入り込めにくいところがある。だけど、あと、性格的にも、東欧人とか、の方が、なんつうんだろう、ウェーイっつってさ、パーティー系じゃないわけよ。ね。で、日本人でパーティー系の人も、まあ、いるっちゃいるけど、そっちの言語でさらにパーティー系に行ける人間ってごくわずかだと思うわけよ。ね。で、ゆえに、地域的に、まあ別になんだろう、人種的に、その、動物的に白人なら何でもいいやっていうんであれば、東とか、そっち系狙ってった方が日本人モテるんじゃない？経済的な理由、性格的な理由。あいつらは別にその帝国側の人間じゃなくて、どちらかといって虐げられてた人間なもんだから、文化的にもね、まあ自然の文化的にもそうだけど、あんまりこう明るい感じじゃないもんだから、馴染みやすいんじゃないかなっていうのがありますね。で、なんかね、5点目なんかあったっけ？あ、そう。これ別になんかちょっと違うんだけど、こうしたらやれるっていうのと違うんだけど、違うっちゃ違うし、違わないっちゃ違わないんだけど、そんな厳密に言語が喋れる必要ないですよって話ですね。特に日本にいた時に、日本に留学してたことをその関係になる時って、俺英語も喋れないし、で、もちろんそっちの国の言葉はポーランド語とかブルガリア語も分かりゃしないんで、原則日本語でコミュニケーションしてるんだけど、まあ、セックスにね、言語必要ないんですよ。マジで、これ。はい。なんかね、格好つけて言って、オツです。青猫さん、オツです。まあ、格好つけて言っててね、こんなハゲだね、人が言ってますけど、はい。ハゲでもできるよ、ぼーつって。まあ、それは置いといて、ちょっとあんまりハゲすぎてるとちょっとね、困るんで、まあ、いいです。言語はあんま必要ないですよってことですね。なんだろうな、人を好きになるとかセックスしようって思うのって俺言語あんまり関係ないとマジで思うんですよね、個人的に。うん、なんだろう、まあ日本人同士でもさ、めちゃくちゃ大量に喋ったから、しかもなんか経済についてとかそういうの喋ったから仲良くなるとかいうわけじゃなくて、なんか雰囲気なところあるじゃん。人はね、見た目が9割というわけでもないですけれども、で、ゆえに言語が、めちゃくちゃわかる必要はないよねっていうのがありますね。で、ただ、ポイントとして、特に日本に来てるアメリカ、イギリスとか英語圏じゃない、カナダ、オーストラリアとか、英語圏じゃないところの人に対して仲良くなるためには、片言でもいいというか、一部だけでもいいから、おやすみとか、こんにちはとか、ね、乾杯でもいいけど、そういうのの、そっちの言葉を学んどいて、ちょっと使ってあげると、やっぱ喜ぶよねっていう気はするし、まあ日本人でもさ、なんか全然日本語わかんない人でもさ、乾杯とか言われたら嬉しいじゃんっていう、そういうところから攻めていく。で、ガチにそっちの言語を喋れるようになるって思ったら無理だし、で、英語も大変だし、で、英語も彼ら彼女らにとっては他国語なんで、喋れるかもしれんけどね。うん。結局なんか自分のものっていう意識がないわけよ。名古屋の人間、名古屋弁喋っとったら、喋っとる人がおれば、なんか楽しいみたいな、そういう感じ？で、そういうところから入っていくっていうところ。で、セックスやるときには、可愛いね、美味しいね、気持ちいいね、とかね、好きだよ、それ言えりゃそれで済むんで、必要ないんですよ。言語。あんまりね。はい。まあ、予定をね、決めるとかね、そのぐらいの言語は必要だけど、何月何曜日に会いましょう、どこどこでぐらいのね、それ以上必要ないっすっていう話ですね。なんだっけ？そう、日本
とか日本文化とか、なんかそういうの好きな人にまず選びましょう。弱っているとこ狙え。なんだっけ、3番目。筋トレしとけ。5番目、言語がそんなに必要ない。4番目なんだっけ ?4 番目なんだっけ、誰か覚えてます？誰も覚えてないかな。ちょっと酔っ払ってますんでね。なんだっけ、なんだっけ、4番目なんだった、ああ、そう、東欧とかそういうの狙いだね、基本的には。アメリカ、イギリス狙うっていうのはやっぱり厳しいと思いますよって話ですね。じゃあ戻しますよ、もう一度。白人とやる方法。ただ白人であればいい、人種的に、あるいは遺伝子的にってやつですね。日本好きを狙え、弱ってるところ狙え、筋トレしとけ、まあ、できれば東欧とかそういうとこにしとけ、イギリス、アメリカとかそういうのはやめとけ、強いところはね。5番目、言語はあんまり必要ないけれども、その優しさとかそういうところで、英語じゃなくて、その国の言語をちゃんと使ってあげろっていうところで、5点だと思います、主に。はい。はい。っていうところで、もう一回写真話をね、話しましょうかね、つって。このね、スロバキア人のね、人綺麗だったんですよ、つって。はい。これ一緒に旅行とか行ってね、結構旅行行ったんだよね、なんか馬乗ったりとかもしてるんですけど。はい、そんなんじゃなくて、私、冷めるんで、パスタ食べます。うん。まあ、これね、さっきのメキシコの写真とか、9年前ぐらいなんだけど、まさかね、9年後にね、37になってね、パスタ食って生きてるとは思わないですよっていう。まあでも別にパスタはいずれにせよ食うかな、でもわかんないけど。こんなね、人生になってるとは思いもよらず、で、まあスロバキア人ね、こう、まあ西洋人だからってのもあって、おばちゃん風にね、映っちゃうところもあるんですけど、ちょいちょいね、田舎の方とか旅行したんですよ。まあ最後結局、この人がなんか、主軸でメキシコの時はやってましたね。メキシコで関係持ったの4人ぐらいいるけど、まあまあその、なんつうんだろうね。そう。あの当時はね、よくやっとったと思いますよ、ほんと。一人に飽き足らず。風邪ひいた時のスロバキア人。なんかセクシーでしょつって思いません？思いませんかね？はい。よし。よしじゃねえよって。で、なんか、あと全然関係ないけど、なんか仲良かったアメリカ人。俺より身長でけんじゃねっていう感じのね。まあ、アメリカ人顔っていう感じですね。美人かって言ったらそうじゃないけど、でもなんか昔の昭和に女優とかでいそうな感じ。なんかね、仲良かったというか、キャラ良かった。まあ、マリファナとかするとか、まあ、そういうドラッグ好きな人だったっていうのもあって、ね、好きだったっていうか、まあね、なんかチャンスがあればと思ったんですけど、まあ、彼氏もいたんですけど、タイミングね、なかなかよくできませんでしたね。これはカンクンですね。カンクンで、1泊2泊15万とか、そんぐらいのとこ泊まったんかな。まあ、当時はね、お金がありましたんで、こういう感じ。青い海ってやつですね。水色というか、ね、はい。適度にこうね。はい。調子乗ってる出来川さんの写真です。調子乗ってる出来川さんの写真。はい。つっと。まあ、それがね、ただ自慢をするためだけのやつをね、1個配信しとこうかなっていうので、やらせていただいております。メキシコシティの一番高いタワーがあって、トレラティーノアメリカーノ。ラテンアメリカタワーってのがあるんですけど、そこの上から出来川さんのメガネをつけさせております。
んな感じ。トレラティーノアメリカーノで、うん、なんかね、あの彼氏彼女っぽいね、うざい写真からの、メキシコにもね、ちゃんとね、あのラブホーみたいなのあるんですよ。で、これがあのなんだ、サムネに使ってるやつですね。ラブホっす、ラブホー。なんて言うんだっけ、モーテルだね、アメリカというか英語で言えば、まあモーテル的なやつで、でもメキシコシティって別にその車社会っちゃ車社会なんだけど、そのアメリカの映画に出てくるようなさ、モーテルみたいな、すごい砂漠の中に1個みたいな、そういうのじゃないから、普通の街中にあるんだけどさ、まあそこでちゃんとね、あの日本のラブホと一緒で、バイブとか置いてあって、バイブとかね、買えるんですよ。バイブなんかね、使ったことなかったみたいで、スロバキア人、お気に入りになられたんで、いいよ、あげるよ、つってあげました。あげるよ、つってのもいいんだけど、持って帰んな、つって、あいつ持って帰りましたね。はい。はい、なんか一緒に寿司屋とか行ってますと。です。結構ね、なんか、まあ、日本の平均値よりは高いかもしれないけど、値段的に。そもそも物価が安いんで、日本円で考えれば、そんな高くない値段で、割といい飯食えましたね、メキシコシティでは。うん、なんか、うん、しょっぽい日本料理屋行くとよくないけど、ちゃんとした日本料理屋行けば十分、まあ、うまい日本食が食える。ただ、あの、酒はダメ。日本酒はクソ高い。クソみたいに高くて、で、大して大体美味しくないっていう感じ。ちょっとお茶目なスロバキア人さんですと。はい、いや、楽しかったですね、つって、ただのその自慢で終わるだけなんですけれども、はい。で、スロバキア人はいいんですけど、まあ、スロバキア人、ちょっとね、ちょうど俺がメキシコから出る前に、彼女がちょっとグアテマラに行かなきゃいけなくなって、グアテマラに送った空港から、その日に、ちゃっとこうメキシコ人とキャッキャしてるっていうような写真です。はい。調子乗ってんなぁ。いいですね。はい。そんなところで最後かな。これ住んでた家がフランス人のおばちゃんの家だったんですけど、なんかシェアハウスみたいなで。で、俺が先住んでて、後からなんか日本人の知り合いから大学院生か。が、ちょっとメキシコ住みたいから、つって、一人入れたことが、それが、立ってる男性ですけど、まあ、そんな写真です。仲良く。はい。一枚しか写真がなかった、アメリカ人、ドイツ系アメリカ人。まあ、ゴリゴリの、こう、なんかね、映像とかなんかガチのオタクだなって顔してるけど、Facebook から探してきた写真、一枚撮ってきたんで、まあなんかね、映画とか出てくるよね、こういうゴリゴリな感じの。ザ・アメリカ人というか、ザ・アメリカのこう、なんかこう、オタク的なやつっていうかね、ですと。そんな、はい、感じで。はい、以上、大体終わりました。はい、さあ途中でね、喋りましたけど、タイトルの話でいくと、白人とやる方法、まあ、日本国内でもできますよ。留学生探していきましょう。弱っている留学生をねって話だったんですけど、5つ。日本が好きな人狙い。さっきのスロバキア人もね、なんか日本茶とか好きで、日本に来たことも何にもなかったんだけど、なんか昔日本人の知り合いの女性がいて、どうのこうのとかいうのもあって、でだから日本に対するこう嫌悪感とかはなかったし、っていうので、まあ、そういう意味でも日本好きな人はいいんですけど、日本好きであること。弱ってるとこ狙い。このスロバキア人の話もね、話すと長くなるんですけど、話すと長くなるんだな。イラン人の詩人の40歳ぐらいの男性とイスラム教女を結婚していたん
ったけれども、そのイラン人のイスラム教、イラン人のその詩人みたいな人が反政府的だもんだから、イランから出なきゃいけなくなって、イランっていうかまあ、イランに帰れなくなって、亡命する形でメキシコに来て、で、メキシコにこのイラン人と結婚してるっていう設定で来てて、だけれどもメキシコに来たらいろいろなかなかビザが下りないとかで立場があやふやになって、ごたごたして別れちゃいました。っていうところに、あの、出来川さんが突っ込んでいくっていうね、弱ってるところ。な、そんなスロバキア人。まあ、スロバキア人の話じゃなくて、もう一回繰り返すと、日本好きな人がいいですよ。弱ってるところ狙え。3番目、筋トレしとけ。あの、二の腕がいいとか、そういうのだけね、T シャツでやってると言われるんで。まあ、顔はどうでもいいとは言わないけど、顔は限界があるし、日本人と西洋人って全く別なんで、まあ、でも体は同じなんで、体鍛えていきましょう。4番目が、また4番目忘れた。なんだっけ？何でしたっけ、4番目？思い出せない、全く思い出せない。5番目も思い出せない。いや、何だったかね。途中、あの、10分前ぐらいに喋ってるね。うん。あ、5番目は、あの、日本語で喋、外国語喋る必要ないというか、英語で喋る必要ない。ない。けど、現地語喋れっていう話ね。4番目何だったっけ？うん、忘れました。あの、10分前ぐらいのやつ見てくださいっていうところで、そんな感じでやれますよと。皆さん。まあでも本当はね、若い方がいいよねとは思うけど。大学生なんかやり放題っすよ、つって。まあでもね、案外この、なんか特に最初の3つだと思うんだけど、まあ別に日本好きな女性はいくらでもいますよ、と。で、2番目弱ってる女性も大量にいます。でも3番目のね、筋肉をつけるっていうのは案外難しかったりするかもしれない。なんだろうね、やっぱ日本人ってさ、筋肉つきにくい体質の人が多いのかは知らんけど、まあ、平均的にね、あんまり筋肉ないわけじゃないですかっていうね。んで、まあなんか、自分はね、わりかしずっと筋トレしてきたってのもあって、筋肉をつけるの得意なんですけれども、見ててね、筋トレしてるとか言いながら全然筋肉つかない人いるんで、つかないってか本気でやってんのかお前って思ったりもするんだけど、まあ、そこが割と難しいっていうか、まあでもそこじゃないよな。まあ、そこじゃないっちゃそこじゃないし、なんだろう、日本にいる白人女性って、あの、このいろいろ流してきた中で、ポーランド人の人って日本にいたんだけど、ってか日本にいるのかな、今ね。まあ、今でもいますね。うん。で、なんだ。結構さ、白人女性ってナンパされるらしいんだわ、日本でも。なんかわけわかんないやつに言ってたら悪いけど、電車とか駅とか。で、そういうの多いもんだから、あしらう術もね、なんか慣れてるというか、らしいのよね。まあ、日本人なんてさ、そいつがさ、あの、イギリス人なのか、アメリカ人なのか、ポーランド人なのか、スロバキア人なのか、ドイツ人なのか、スペイン人なのか、分かってなくても、イタリア人なのか分かってなくても、白人通だけで声かけるっていう、そういうナンパ師みたいなのおるわけですよ。で、そことはね、一線を隠さなきゃいけないわけですよね。まあ、その辺はちょっとね、違いを出していくのは難しいかもしれませんね。うん。まあでもね、当たってけばいけるんじゃない的な気もしなくもないけれども。まあでもさっき言った5要素、4要素目忘れましたけれども、5要素をやっていけばやれると思いますと。で、なんだっけ、そうだ、サムネに書いたやつだと、今喋ってたやつだと、サムネだと、欧米人6の、中南米4の、アジア3って言ったのか。一応ね、そこの辺の、あの、風俗話もしていきましょうかね。ついでなんでね。欧米人6のうち残り2は、人間関係があった4以外の残り2は、ロシア人で、ロシアのね、ハバロフスク。あそこでね、あの、風俗です。仕事でさ、ハバロフスク行くことがあって、北海道にで仕事しとるときに、ロシアとの国際交流、うんぬんっていうのがあって、で、それでハバロフスクと、ユジノサハリンスク、サハリンですね。カラフトっす、カラフト。まで行ったんですけど、
で、ハバロフスクのホテル泊まっとったら、なんかね、ホテル各階の真ん中におばちゃんがいて、なんかお菓子とか、ちょっとしたお酒とか売ってくれるんだけど、その、おばちゃんが斡旋してくれるんだよ。風俗というか、女の子もね、女の子、うん、まあ女の子だね。斡旋してくれて、で、最初来たのがさ、モンゴル系のやつ来たんだよ。いやいやちょっと無理っすって、無理っすっていうか、ごめん、ハバロフスクまで来て、なぜアジア系の子をやらなきゃいけないんだっつって話になって、まあそこはちょっとチェンジっつったら、ちゃんとチェンジしてくれて、で白人の子来てくれて、2万円もいかないぐらいじゃない多分ね、金額的には。まあ今なんかね、ルーブルクソみたいに下がってるから、まあハバロフスクに行けるかって言われたら今、厳しいけど、もちろんね。まあでもそんなぐらいで、まあやれると。ただ基本的に、外国人の風俗において、キスはダメなんで、キスの方が重要で、セックスはするけど、キスはしないっていう感じで。時間もね、なんかちゃんと測ってない感じで、よくわかんないんだけど、90分くらいやってたのかな？やってたってか、なんか結局途中からなんか喋ってて、なんか、ロシア語ちょっとわかるよ、みたいな感じで、なんか、自分の名前とか、こうやって書くね、とか、なんかそういうの話とかやってたりとかして、うん。プレイ以外にもだいぶ時間使ったんだけど、多分、当時の価格で日本円にして2万円ぐらいでやれたって。で、それ2泊3日ぐらいしてたんだけど、2泊3日とも2泊とも読んで、っていう感じですね。ロシア2位ですね。いや、よかったっす。よかったっす。非常によかったっす。別にさ、じゃあ、モスクワとか、モスクワでもそういうのなんかね、モスクワでね、モスクワか。モスクワとサンクトペテルブルクも行ったことあって、で、まあそこでそういうなんか、ナイトクラブみたいなこと行ったことあるけど、まあそこの方がね、結局値段高いから、だったら、別に白人でロシア人で何でもいいんだっていうんだったら、ハバロフスクとか、ウラジオストクとか、多分ウラジオよりハバロフスクの方が物価安いんじゃないかな。ハバロフスクとか行っていただければいいんじゃないでしょうかと。はい。で、あと中南米が2人かな。4分の2が風俗系で、それは、1人はなんかね、旅行中に北の方、2人とも旅行中か。北の方の、どこだったかね、街を忘れたけど。で、まあ、ナイトクラブみたいなのあるんですよ。ポールダンス。で、メキシコもそうだし、他のヨーロッパ系の国もそうだけど、ポールダンスみたいなお店行って、で、気に入った子がいれば、で、そこで交渉すれば、外に連れ出せるっていうのがあって、で、スペイン語さ、できたもんだから、まあ、その後も交渉してね、連れ出す程度にはね。で、ホテル来てもらって、っていう話。でもね、話したらなんかね、子供がいるんだよとか話とかしとって、へーっていうような、なかなかね、いろいろそういう社会を知れるという意味でも面白かったんですけど。で、しかも多分それでメキシコ人じゃなくてコロンビア人だかなんだか、わかんないけどって感じ。で、もう一人はもっと直接的で、これも旅行してるときに、大体基本長距離バスみたいなので、あっちって電車がほとんどないから、メキシコね。長距離バスとかで移動したりするし、観光地行くにしても、観光地っていわゆる遺跡なんだけど、バスで移動するんだわ。30分とか40分とか。結構なんつうんだろう。日本に比べてさ、どっか行くっていうのがめちゃくちゃ遠いもんだから、一回その、ガチな遺跡行くときに、3時間ぐらいかかるタクシー借りて行った、一人でっていうことが。タクシーのうんちゃんと一日一緒にいるみたいな。なんか仲良くなったんだけど、まあそれは置いといて、で、バスでなんか、どっかの観光地というか遺跡から帰ってくる途中、ぽーっと外見てたら、で、都市部に入ってきたら、明らかに立ちんぼだなっていう人たちがいて、そういうエリアがあって、都市部に。で、これ、バス降りたら後でちょっと覗きに行ってみようって思って、で、降りてから、ホテルの近くで降りてから荷物置いてから、そこ行ったら、やっぱり立ちんぼで、じゃあ、って、やった感じ。まあ、その立ちんぼさんはね、立ちんぼさんなんで、うん、ちょっとね、レベル感って言ったら悪いんですけど、ありましたけれども、まあ、こういうのもいいんじゃない？文化を知るというのか、なんか社会を知るというのか、空気を知るというのかっていうかねっていう。まあ、メキシコシティ内にもね、立ちんぼスポットはあったんだけど、結局行かなかったね。なんか、バスとかの中から見ることはあったけど、で、残り3が、アジア、3アジアで、
台湾、ベトナムはさっき写真見せたね。ベトナム、あともう一個なんだ。タイか。多分ね。多分タイっぽい人。で、台湾は香港に行った時に、それも仕事で出張で行った時に、まあ、仕事終わった後っていうか夜、飲み会とかもあった後、プラプラその辺歩いとったら、まあ、声かけてくれる人。来る人いるわけよ。日本のさ、中国人のマッサージいかがですかみたいな感じじゃないけど。で、まあその子。で、香港人かって聞いたら、実は台湾人だったっていう。で、もう一人がさっきベトナムのポールダンスじゃなくてベトナムとかだと、キャバクラみたいな形式で、で、そこから連れ出せるっていうタイプなんだけど、で、ベトナム人。最初の方の、見返していただければ、出てくるんで、写真も。で、ベトナム人。で、3人目が日本で、これは、なんか、宇都宮に行った時に、で、まあ、飲みに行ったんだけど、相手がもう予定があるからとか言って放置されて、どうしよっかな、みたいな感じになった時に、暇だからプラプラしようって、宇都宮の、あれ、北口どっちかな、宇都宮駅もなんか2本あるもんね、東武と JR と。まあ、どっちかわかんないんだけど、なんかプラプラしとったら、街でおっさんがさ、声かけてきて、やれるよ、みたいな。1万円だよ、みたいな。で、まあなんか内容をよく聞かずについてったら、ちょんの間みたいな、どっちかっつうと、シャワーは浴びたかな？浴びたかな？イメージとしては、飛び田新地というよりも、神奈美新地に近いっていうか、で、なんだけど、まあ、ビルの1階にすっげえ細かく区切られてて、マッサージ屋みたいな雰囲気ではあるんだけれども、まあやるところで、うん、で、全員顔見せてくれる先に、ペッ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 つって、カーテン開けてね。で、全然英語も喋れない、日本語も喋れない、本当にこいつら売られてきたんだな、みたいな感じの人がいる店かな、店があって、で、なんか雰囲気的にタイ人っぽいかなっていう感じ。なんかどこから来たのって聞いて、タイって言ってたような気もするし、よくわかんないけど、あれが一番闇だったね。なんか、行ったことある風俗の中で。本人もよくわかってなくてもやってんじゃねえ。本当にガチで売られてきたんだなっていう感じ。日本のね、風俗とかはもう、まあまあそこそこ若い頃には行ったし、で、その中南米の風俗とかロシアの風俗とかそういうのもやったけど、なんか、ある程度さ、本人が理解してやってるっていうか、まあ本人の意思でやってるっていう感じがあったんだけど、日本のその宇都宮のやつは、日本語は喋れないどころか、英語も喋れねえし、何も喋れねえし、みたいなので、大丈夫かなこれって本当に人身売買的だなっていう感じでしたね。案外日本の方が闇が深いのかなと思っちゃったりはするけど、まああくまでね、一例しか見てないので、他の国でももっと闇のある風俗ってのがあるかもしれないけど、うん。な感じです。はい。で、あととりあえず黒人さんとね、やったことがないんで、まあとりあえず死ぬまでに黒人さんだけはやっときたいっていうのが、目標ですね。ただまあ黒人さんなら何でもいいっていうわけじゃなくて選びたいし、できれば人間関係がちゃんとあってこうね、金じゃなくて本人が納得してというか本人が望んでやる形でね、やりたいなと思うておりますというところでございます。はい、なかなかよくね、ほぼほぼね、一人でっていうか、誰にも質問の答えもせずに1時間も喋っとんなって最近思ってきたけど、喋れるね。1時間9分ですかね。はい。結構さ、こうなんか、不老者とかさ、あるいはさ、なんか、土木じゃねえや、建設業とかやってると、一人で喋ってる人って結構いたりするんだよね。うん。まあなんか言っちゃ悪いけど。あれもね、才能だとは思うんですけど、できるかなっていう気がしますね。まあ、ただ、本当に一人でおるとき、俺一人でなんか喋っとるかって言われたらそんなことないんですけど。はい、みんな、コメントしていいんだよ、コメント。レッ
ット視聴、まだ見てんのかな、レッド視聴。はい。ってな感じで、喋り続けすぎるからね、誰もコメントできねえっていうのもあるかもしれないけど、今更6人来ても、もう話終わっちゃったよ、っていうので、録画を見てね。いや、最近ね、どうしてもね、やっぱね、一応仕事忙しくてっていうか、7人来たわ。忙しくてさ、撮ってる動画もさ、結構あんだけど、上げられてないんだよね。基本、さすがに編集してるのめんどくさいし、編集する機器、まあ今となっちゃ実はあるんだけど、仕事用で、Adobe のクリエイティブクラウド全部入ってるから、それ、あれってパソコン2個まで入れられるから、アカウント、こっちのアカウント、パソコンにも入れてんだけどさ、プレミアプロとか使いはできるんだけど、まあちょっとめんどくさいもんだから、ただ、適当につなげて、あとは上げた後、YouTube 上で字幕つけるっていうのやってこうとしてんだけど、まあ、字幕つけないとさすがに見てらんないっていうのがあるからさ、なんか俺のわけわかんない動画。まあ、わけわかんない動画、字幕つけたとこで見ないかもしれないけど、そのままさすがに垂れ流すのはちょっとさすがにどうかなと思って、字幕はつけようとしてんだけど、15分の字幕をつけるために2時間とかね、余裕でかかるからね。めちゃくちゃめんどくさいっすよ、動画の編集。手間かかる、本当に手間かかる。うん。テレビとかね、やってるのすげえなーって思うもん。生放送とかでもテロップ入れちゃうじゃんっていうの。あれはね、まあまあ慣れでできるようになってくるのかもしれんけどさ。まあそう、うん、天才的だなと。天才的、まあ、うん、システムがうまくいってるのかもしれないけどって思いますね。まあ、そんな感じです。はい。じゃあ最後にまとめしときますかって、まとめ以上で4個目思い出す。4個目何だったっけ ?4 個目何だった、白人女性とやる方法の4個目。全然思い出せない。誰かちょっとコメント覚えてない。誰だっけ、誰でもいいけど、なんか覚えてない。4個目が思い出せない。まあまあ、3つが大事ですね。はい。日本好きな人、あ、そうだ、日本人、わかったわかった。日本人とか日本国、日本国とか日本文化好きな人をまず狙いましょう。2番目、弱ってるとこ狙いましょう。これは別に日本人でも一緒ですね。3番目、筋トレしましょう。体をね、鍛えてて体が綺麗だってのは全世界共通なので。4つ目、アメリカとかイギリスとか、そういう強い国、スペインとかイタリアでもいいんだけど、なんかね、フランスでもいいんだけど、強い国、あるいは強かった国、人のある国よりも、ちょっと暗めの国、性格的にもね、っていうような、東欧とか狙った方がいいんじゃないでしょうか、と。少数派のね。5つ目が、まあ、言語は必要ないですよって言ったら悪いけど、英語で喋るのはやめましょう。やめましょうとはないけど、まあ、あんまりなんかそれって得策ではないような気がするっていうので、その、本人の国の言語を喋りましょう。喋りましょうって言わなくても、まあ、なんか挨拶とかそういうのだけやって、まあ、うまくやりましょうっていうところですね。はい、この5点でやれます。特に大学生、留学生たくさんいるところにとりあえず行け、お前は不細工かもしれないけど体鍛えろです。はい、まあでも大体に、あとね、いいのはね、いいのはねって言ったらいいけど、留学生交流サークルとかに来てる日本人の男子大学生って陽キャじゃないのよ。陽キャの人間はサッカーサークルとかテニサーとかそっちで行けちゃうもんだから、別に外国人まで手を回す必要もないし、いない、来ない、来ない、まあ少ないで、陰キャで、かつコミュニケーション能力の低い目の人間が集まるところ、集まりがちなところではあるんだよね。まあだからそういう意味では俺もその一人なわけだけど、どちらかって言ったら、どちらかっていうか完全に陰キャだし、陰キャ、まあなんか難しいんだけど、その分類するのはね。でもそっち側の人間だし、コミュニケーション的にも、まあ特に大学生の時なんか今以上にやばかったから、本気で全人類死ねばいいのにってね、毎日思ってるみたいな感じだったから厳しかったんだけど、まあそれでもいけますよっていうところですね。うん、まあ大学生向けではありますけど、まあちょっと大人になったらね、そういうわけにもいかないんで、そういう場がね、なかなかないんで。でもまあ探せば多分国際交流をするような団体とかなんかそういうところってあると思うんで、うん。です。そんな感じで、皆さん、またそのうちお会いしましょう。アディオス、アスタルエゴ、ノスベモスつってね。はい。じゃあねー。